いよいよ明日に迫った愛知県稲沢市の国府宮裸祭り。祭りムードが高まる中、午後1時です。大粒の雨が降り続いています。ちょうど今ですね、国府宮神社の参道鳥居のあたりに大鏡餅を乗せた青いトラックが到着しました。今日は祭り前日のメインイベント、大鏡餅の奉納が行われました。祭りで奉納される大鏡餅は愛知県内の奉賛会が持ち回りで作っていて、今年は海士市の奉賛会が担当しました。高さ 2.4 メートル、重さ4トンの大鏡餅がゆっくりゆっくりと境内へと進みました。大鏡餅は拝殿の正面に置かれ、慎重に奉納されていきました。ありがとうございました。感無量で挨拶をしたのは副会長の加藤文彦さんです。まあ、サプライズで最後の挨拶も指名をいただいて、今までの、まあ、辛かったこといろんなことが本当に走馬灯のように巡ってきて、ついついおえつまみれの挨拶になってしまったんですけども。そして境内には奉納の様子を真剣な眼差しで見つめる一人の女性の姿が。私たちはふんどしになれないじゃないですか。そしてでも笹、この笹の願いの笹を預かって、そして神様に届ける、もうそんな1ページもできてもいいのかなと思うし、楽しみで仕方ありません。こう話すのは愛知県一宮市の玉越敦子さん。今年から女性も参加できるようになった直井笹奉納に明日参加します。玉越さんはおよそ40人の女性からなる団体園遊会の隊長です。リーダーとして事前の指導練習にも熱が入ります。皆さんから預かっている願い祈りを一気に神様に預けるために集中します。はい、心一つです。祭りが大好きな玉越さんですが、最初は参加するかどうか悩んだと言います。やっぱり男の祭りで、歴史のある祭りで女が参加するのを反対するかなとか思いました。悩んでいた玉越さんの背中を押したのは義理の母雅子さんの言葉でした。母に言った時に、私出たかったのって、夢なのって言ってたから、分かりましたって言って、一緒に出ましょうってそこで決めました。あっちゃんがね、こうやって男女の方のがあるよ、いやおしたら出る出るって言って夢やったからって言ってさ、申し込んだの。足腰が悪くても、うん、やっぱりこう出れるってなったらね、薬飲んでも出なかね。さらに今回は娘の綾乃さん、そして孫で7ヶ月の陸くんも初参加。一家4世代で裸祭りに挑みます。歴史をある意味変えるので大変なのかもしれないけど、そのなんかバトンが回ってきたのはすごく嬉しいなと思ってますね。しっかりやりたいなと思ってます。今日の夕食はちゃんと鍋です。女性笹も明日が練習最終日です。なのでやはり気合を入れてちゃんこで自分もパワーを高めて、はい、挑みます。夫で元力士の達夫さんと作ったのは一家のパワーフードであるちゃんこ鍋。達夫さん実は平成8年度新男です。3回目の挑戦で新男に選ばれたという達夫さん。嬉しい反面、怪我に対する怖さもあったといいます。そんな祭りに女性も含む一家4世代で参加することについては、病気怪我せずに無事に笹奉納できたらいいなと思いますけどね。やっぱり男の祭りだとみんな言ってたんだけど、やっぱね、時代も変わって女性も参加するのもいいかなと思います。
いよいよ明日に迫る国府宮裸祭り。天候に不安がありながらも初参加となる女性団体のリーダーとして決意を新たにします。やっぱり緊張がすごく強いです。裸祭りには雨も雪もつきものなんですけど、女性がどれだけこの雨に順応できるか、やっぱり心配でもありますし、今までこの1250年以上の歴史をやっぱりずっとつなげてくださった男の方には感謝。明日は一生懸命みんなの前でわっしょいわっしょいで先導しながら、歴史に残る1ページを作りたいと思います。